今ちょっとね、あの場内のノイズを聞いていただきましたけども、いや何かあのレフトスタンドもしくは三塁側の方からは少しそのブーイング混じりの音も聞こえました、はいはい、中村武也がちょっと表情を変えましたが、まあ、あの中島本人もですね、はい、今日はその西武プリンスドームの雰囲気がどういう雰囲気になろうと僕は気にしないんだという話をしてましたけども、まあ、この男がオリックスのユニフォームでこの西武プリンスドームに登場ということになります ね、 そうですね、次のカードにしてくださいと言いたくなるようなそうです、ね、はい、中島にとっての日本球界初打席、復帰の初打席ですね。そうなんですよね。スリーワンです。ショートの前だ。鬼崎から一塁に送ってスリーアウトになりました。このチャンスの場面で中島ショートゴロに倒れました。1回の表オリックスチャンスはありましたが0点です。